そうね。仕方ないよ、こればっかりは。ないよね、シーズンなんだし。むしろ早めに来て去ってくれた方がいいんじゃないの？いやー、やみそうにないわー。何が？まさか、私だって練習楽しくなってきたとこなのに空飛べないのはすごく残念だよ。でもさ、なんかテンション上がんない？こうやって雨降ってる時って降ってくるのが全部ジュースだったらなーとか思ったことなかった？あるよ！そんなつまんない子供じゃなかったでしょ、マサヤは！はぁ、ジュースじゃなけりゃスープでもいいや。でもオイリーなやつだと髪ベトベトになるからわかめスープぐらいがいいのかも。ねえねえ、なんで梅雨って、梅雨って読むか知ってる？江戸の末期、雨水を椀に溜めて、梅肉を溶いてそうめんの梅雨にする遊びが大流行したんだって。それで、ちょ、聞いてよ！この話には実はまだ続きがあって。ちょっとぐらい濡れてもいいですから、外で練習とかしなくていいですか？そこはほら、根性ってやつでさ。雨にもめげず、力いっぱい戦うことで何か生まれるかもしれませんよ。鬼コーチめ、
週ずっと同じだもの。高速でも飛ぶなって決められてるしね。50周きっちり終わったぞ。終わりました。あー疲れた。今さやジョイさんのキノコハンバーグ定食出して。ここですぐ。ダメです。この続きは画面の中でやります。私あれ嫌い。途中で先輩がパンって手を打ったら逆方向にってやつですよね。それあれすっごいきついじゃないですか。すぐに置いてかれそうになるし嫌です。聞いてないし。おう任せろ。了解です。二人とも体力どうなってんの。兄ちゃんとアスカちゃんは元気だよね。マサヤ、どうした？険しい顔して。そうか？ならいいんだが。雨続きでろくに練習もできないな。悪いな。私が見てやれればいいんだが、あいにくと期末試験の準備に追われていて見事に修羅場だ。焦ってるのか。高藤の練習想像以上だっただろう。だからってお前がそれを全てなぞる必要はないぞ。天候だけはどうしようもない。できることを精一杯やればいい。あいつらには何をさせてるんだ。で、どうだ、反応は。だろうな。旅沢は特に退屈には耐えられなさそうだ。
もっと楽しめ、マサヤ。先頭を走っている連中に勝つには、心の底から楽しんで、せめてメンタルで勝たないとダメだ。お前はそれを痛いほど分かってるだろ。それならこの状況も楽しめないとな。鬼ごっこですか？なんでまた？私が暇そうにしてたから？鬼ごっこがフライングサーカスに効果的？こういうトレーニングをしないので、正直わかりません。ですが、ただ走ったり反復運動をしたりするよりは、実践に近いイメージもありますし、体も動かせるし、悪くないのではと思います。はい、うちでやってる展示の練習にも、そういうゲーム方式の練習を入れてもいいかなと、少し思ったぐらいですから。あ、そんな別に気にしてないですから。あのいえ、その練習は青柳さんを入れて2対2でするんですよね。じゃあ私も、あ、いえ、なんでもないです。はい、それは心強いですね。いいね、なんか面白そうだし、やってみよっか。美咲先輩が OK なら私ももちろんやります。体育館の中だったらどこでも追いかけていいんですか？おお、そうか、対戦ってだけで燃えるな。なぜだ？お、それがどうした？まさか参加する気でいたの？部長のことは人として嫌いじゃないけど、それはちょっと…ですね…おお、この分かりやすい難色の示し方、分かったよ、俺は外周を走ってるさ。おお、
了解です。絶対に捕まえてみせます。マシロ、顔怖い。怖いよ顔。じゃあ私はここで柔軟やってますね。もう限界です。美咲先輩が遠い。ほーらほら、マシロちゃんこっちにおいで。追いついたら特別にご褒美あげちゃう。マジですか？まだやれます。うわ、急に元気になった。ちょ、抱きつこうとしないの？ご褒美、ご褒美、ご褒美。目、目が血走ってるよ、目。だね、美咲もマシロッチもすごくやる気じゃない。でもこうやって避けたり攻撃したりしてる様子ってまさにフライングサーカスのバトルと同じだよね。これってひなたくんが考えた練習なの？そうなんだ。全力で走ったぞ。次はどうしようか。わかった、地獄のようなストレッチを己の体に貸してく。おお、痛い痛い。なんかごめんね。整えてからやるから、あ、ちょっと休憩。もちろんです。私も美咲ちゃんとは万全の状態で戦いたいですし、待ってますね。気合い入ってるね、アスカちゃん。どっちが勝つかな。よし、準備いいよ、いける。
きちゃんでも渡さないよ。ほらほら、こっち向いたままだとすぐに捕まえちゃうよ。油断してました。お、やっとそっち向いたね。じゃあ本気で走るよ。同じ形だ。先輩、このままだと追いつけなさそうです。にしても本当に足が速いですよね、二人とも。さっきから全速力のはずなのに全然スピード落ちないしね。
の、なんかよくわからないですけど。私、どうしちゃったんですか？美咲先輩、残念でした。美咲、呆然としてるけど大丈夫？はい。体を前の方に突き出して避けようとして足で床を蹴ったところまでは覚えてますけど。はい。わっ、びっくりしました。私、普段から宙返りとかしてないので。でも、なんか今の体の感じ、とても気持ちよかったです。どうかしました？漫画でギャラクティカなんとかってのがとってもかっこよかったんですが、そういうのですよね。私、頑張ります。じゃあさっきのはアスカが爆中して私の攻撃を避けたの？俺はいつまで股を割っていればいいんだ！